M8 ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今週のニュース、うんうん、何かありますか。今週の何かありますか。わざとらしく出しながらすいません。プリキュア、プリキュア、はい、プリキュアが今あの Amazon プライムで一番初めの2人はプリキュアから見れるようになっていて、プリキュア全然 見ないんですよ。これは2人はプリキュアは2人はプリキュア見ました。ああなるほど。あの一番上の子がちょうど子供の時にやってたので。ああなるほど、はい、で私はあのスマイルプリキュアっていうところから見ていて、うん、でなんでこの話をしているかというと、うん、何も起こらないアニメってあるじゃないですか、うんうん、何も起こらないアニメ、はい、例えば軽音、ああ軽音とか、うん、ゆるキャンとか、うん、その見ていて、うん、ドキドキもそんなドキドキもさせられないし、うん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 、安心して、うん、この日常を楽しめるようなサザエさんぐらいの、あそう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 、うん、っていうのを見ながら、うん、なんかご飯とか食べるっていうのがあって、うんうん、日々ドキドキしたくないんですよそんなに、うんうん、愛だ恋だのアニメとかも、うん、感情が揺さぶられるんですよね、うんうん、とかなんかモテなかった自分、うんうん、高校の時、うん、こんな華やかなのを過ごしてない、うん、っていうのがまたストレスになったりするのも嫌なので、うん、で最近軽音も見終わってしまって、うん、ゆるキャンとか、うん、あののんのん日和とか、うん、その田舎で暮らす子たちの、うん、っていうのが 見尽くしたところで、うん、プリキュアが始まってですね、うん、ちょうど今あの私が見ているのが、うん、これは何か始まりますよね。プリキュアは戦いが、そうでもプリキュアは今私が見ているのがこの、うん、ハートキャッチプリキュアですね、うんうんうん、あのうなこすさんっていう、うん、あのおじゃ魔女ドレミの監督をやってた方が、うんうん、あのキャラデザをやってるんですけど、うんうん、これがちょっと良くて、うん、あの基本も今プリキュアってあの、うん、基本中2ぐらいの子たちが活躍するやつなんですけど、うんうん、魔法使いとか、うんうんうん、ある一定のところを起こすと、うん、なんかアイドルの子が出てきたりみたいな、なんかそのちょっとかけ離れてしまうんですね、うん、と魔法から魔法使いとか、うん、そのお菓子作りとか、うんうんうん、職業に振ったものとか、うんうんうん、ちょっとなんか話がただの学園生活じゃなくて、もう一個学園生活に何かを乗っけた話に最近はなってるんですけど、うんうん、まだこのハートキャッチぐらいだと、うん、純粋にこの学園生活の中で起こる出来事と、うんうんうん、プリキュアの活躍っていう作りになっていて、うん、このハートキャッチがちょっと良くて、うん、その例えば、うん、そのダブルスを組んでる女の子同士で、うん、組んでる子の方が上手い子が一人で練習するって言い始めたっていう時に、うん、その私は見捨てられたんだって思って落ち込む、うん、けどその二人は言葉を交わしてないんです、うん、勝手にそう思ってる、うんに違いないっていう思いで勝手に落ち込んで、うんうんうん、なんで言ってくれなかったの、うん、ロックっぽいですっていうそうこの話とかって全然大人の社会でもあるあるじゃんと思って、その、うん、プリキュア完全懲悪人が死なない、うん、世界で大人も見れる教訓も含まれてのが、うんうん、ハートキャッチすごいいいと思って、うん、今、うん、Amazon プライムで二人はプリキュアから、うん、スマイルじゃなくてスマイルの上ドキドキプリキュア、うん、興味ないですよねごめんなさいまでが、うん、Amazon プライムで見られます、うんうん、いやちょうどなんかその最近、うん、その原西さん吉本の原西さんの、うん、プリキュア愛がすごいっていうこととか、うん、最近プリキュアのことが目に入るなと思って、うん、私もそうは最近ちょっと、うん、プリキュアがいいと、うん思ってちょっとこんなプリキュアの話を僕が見てるのは技術回戦ですからね。あなるほどちょっとドキドキしそうですねそれは戦いもんですからね。あなるほど、ちょっとそれも、うん、なんか第2の言い方失礼ですけど、うん、第2の鬼滅だなんて言われてますよね、うん、次に来るみたいな次に来るみたいな、うんまあ、今来てる感じはしますけどね、はい、ちょっと見るようにします、うん、で、まあ、今週のニュースでいうと他にはその森首相の元森首相の、うんうんうんオリンピックのお話、うんうん、女性蔑視発言、うん、どうですか。僕が全文読みました、うん、読んでないです。森氏の発言読んでないです。
ちょっとこれ聞きたかったのは、うん、森氏の発言全部読みました、うんうんうん、決して女性蔑視じゃないじゃんって言ってる人と、うん、僕が読んだ時は、うん、あ、まあ確かにそう取られてもおかしくないなとは思ったんですけど、うんうん、女性蔑視だとは思わなかったんですね、うんうん、でもなんかそのツイッターを見ると、うん、みんなが叩いていて、うん、で普段切り取りは良くないって言ってる人も、うん、その要はまあ同じ大学なのか、うん、その卒業生の恥だみたいなのをやってらっしゃってる、うんうん、で僕はその人たちのことを好きでツイッターをフォローしています、うん、その人たちが発信しているラジオ番組だとかが面白いからフォローをしているが、うん、そこの何て言うんだろう、作品の面白さと、うん、その思想の違いをどう受け入れればいいのか、うん、思想に関しては多分違うんだろうなと思っている、うん、僕も森師匠の言ったことは、うん、あ、まあそう取られそう隙を見せたなとは思うんですね。この、まあ、僕が思ったのは、はい、なんか競女性は競争あの、まあ、主張こっちの人が主張すると、うん、あのこっちの人も主張をしたがるみたいなことはおっしゃってたような気はしてます、うん、で皆さん全文見てくださいね。全文はどんな感じなんですか。は見た方があだったら僕の、うん、僕が切り取ってしまうので、うん、あの産経スポーツとかが載せてるので、うん、まあ、僕はこのよく切り取られる部分、はい、なんか女性は競争心が強いのか、なんか誰かが発言したら自分も言わなきゃいけない、はいはいはいって思ってるからなんかまとまらない、はい、でまあ、そういうのを、まあ、なんか順番が全然もう記憶ないですけど、はい、もうわきまえない女性が、はい、みたいな感じのことを言ってなったじゃないですか、うん、こう炎上したというか、まあ、それは女性蔑視だっていう、うん、女性蔑視だって言ったじゃないですか、はい、それを聞いて僕はそれは本当にそうなのか、事実としてそうなのか、女性は競争心が激しいのか強いのか、で誰かが言ったら誰かが言わなきゃいけない心理になるのかっていう事実が知りたくなりましたよね。あっていうと、まあ、うん、前後関係を見ると、うんうん、いや男も話は長いけどねとか、うんうんうん、って言いながらうちの男も話は長いし女性も話が短い人もいるじゃないですか。ああなのであの統計的に本当に女性の方がそうなのかっていう事実が知りたかった。っていうと僕が言うのは、うん、みんなそうだねって言ってるような話の中で、うんうん、そこだけを抜き取ると女性がそういうふうに言ってるよう、うん、女性がって指定したように聞こえる聞こえる、うん、でその後で、うん、いやうちの会も話は長いけどね、うんうんうん、で総裁じゃないですかそれって、うん、要はこの 中で、うん、ここだけを切り取れば、うん、そうだけど、うん、いやなんか全部のことを言ってるのに、うんうん、でなんか普段切り取りじゃんって言ってる人が、うん、そのツイッターで言ってるのを見てしまうと、うんうん、僕はこの好きだっていう気持ちをね、うん、どこにどうすればいいんだろう、うん、確認したくなるんですよね。女性はとは言ってない、はい、あっていうと、うん、そんな方はぜひ全文を見ればいいと思います、うんはい、あ僕もまたここで言うと、うん、その切り取りですもん。なんでこの森師匠が女性蔑視とかそういうことはもう抜きにして、はい、事実としてそういう統計的にあるのか、あなるほどっていうところの方が気になったっていう感じですね。あなるほど、うん、あのなんか女性は話が長いとかあるじゃないですか、よくっと、まあ、おしゃべりだとか、うんうん、っていうのはよく言われてたりするけど、はい、それは本当に事実なのか、まあ、人によりますよ。人によるあ、まあ、人によるのは絶対あると思うんですけど、はい、まあ、統計的に女性の方が話好きだみたいなのが統計的にあるのか、ちゃんとしたデータとして残ってるのかみたいなっていう。だからまああのニュース一つで、うん、あとやっぱり全文、うん、全文を見てなので、まあ切り取りでそういうふうに聞こえるように言っちゃ編集されてるのか、そういうふうに言ってるのか、多分連携プレーなんですよね、うん、どこかがそれを出す、うん、と、うん、そこだけを切り取って、うん出す、うん、と今度はそれを、うん、っていう今度はそれが一人歩きしていくじゃないですか、うん、切り取り部分が、うんうん、で僕は一応全文探してみ、うん、
探すってそんな大したことはしてないですよ、うんうんうん、あの森首相全文でやればもうすぐに出てくるので、うん、それだけ、まあ、読んで思ったのは、まあ、隙を見せたなとは思ったんです、うんうんうん、この時期に、うんうんうん、ただまあ、うん、あのそんなこき下ろしてまで言うこと、うん、とは思いましたね。で女性蔑視でもう一つ思ったのは女性蔑視だって言って、はい、差別発言だ、はい、みたいなことを言うじゃないですか、はい、でそれに対してまあ、あの老害はとか言って言うんですよ、ね、それですよね、その言葉ですよねそう、それ差別じゃないのって、はい、差別だって言うんだったら自分は一切差別せずに、まあ、ダブルスタンダード、ダブルスタンダードなんですよ言わなきゃいけないっていう、そういうのに対してちょっとまた不安になったりするんですよ、うんうん、大丈夫かと。何がですか、日本は。そう、うん、まあそんなもんですよオリンピックは開かれるのかと、うん、開かれたくない人たちもいるわけですよね、うん。オリンピックどう思われます？どっちでもいいですよね。そう、僕も別にどっちでもいいじゃんとは思うんですけどね、うんうん、ただなんか、うん、ああ叩くかねえとか。そう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 。で僕が好きな人たちが叩いてるのを見てちょっと悲しくなりました、うん、ちょっと全文を一回読まないと僕はその内容的に。じゃあちょっと今読んでみましょうよ。今森首相全文で出ますから、うん、ちょっとプリキュア語りを。プリキュア語りを。これあのプリキュア15周年の時に買った本でございます。1000円、今アマゾンで見ると4000円になってます。二等兵が好きなのはスマイルプリキュアですね。スマイルプリキュアが好きで、でどこで離れたかというとハグッとプリキュアでちょっと離れちゃいました。未来の私を抱きしめて、フレフレみんなフレフレ自分っていうのを見てですね、フレフレ自分ってなんだよって思いながら、まあ、大人のお友達が何を言うかですけどね。でそこでちょっと離れてしまいました。子供向けですからね。そう、でもこれも川村俊恵さんのキャラデザで、川村俊恵さんっていうのは、パッと名前が出てこないのが、まあ、年を取った証拠ですよね。だからプリキュアの良さとしては、まあ、安心して見られる、誰も死なない、みんなが良くなろうとする。ああでもこれもあれですね、なんか囚われっぽいですね。僕のみんながこうせねばならないみたいな、うん、大抵でもアニメそんな感じじゃないですか。そう、みんながみんなのことを好きで、いじめがないですからね、うん、アニメの世界では。今隊長が森首相全文を読んでる最中でございますまあ捕らえる人もいそうな感じはしますっていう感じ。ああ、うん、そのそちら側の人が言いそうな、食いついそうな。あ、だから隙を見せたなは思いますよでもまあフォローもしてるなみたいな。あ、そうそう、だから別にバランスは取ってるつもりだけど取れてないからこうなってるみたいな。老害って叩きます、これで。老害って言った時点で同じですからね。同じ穴のむしなですよね。そういいんですよ、友達との会話とかなら言うかもしれないです。これの発言で、これも別に公じゃなくて、そういうなんていうんだろう、決して出ないところでの発言で、あの下ろされてしまった、うんうんうん、というのはやっぱりなんかあるじゃないですか。女性は話が長いとか言ったりすることもあるじゃないですか。ありますよ、うん、この身内同士のっていうと、男のくせにメソメソしてとかも言われますね。あるじゃないですか、はい、そのレベルで言えば何の問題もないかなっていうぐらいの感じですよね、はいはい、なんか、うん、なんかねって思ったりするんですよ、うんうんうん、なんかみんなちょっとプリキュアを見てね。プリキュアを仲良くしましょう。あ、ほんでも、うん、ちょっとそれはそう、仲良くしましょうが、うん、今週思ったことですかね、うん。だから僕が今思ったことは、二等兵と見るものが全く違うなっていう。あ、まあ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 、そうですね、うん、何を求めるかですね。何を求めるか、僕がだから今、うん、ヘルシングってやつも見てるんですね、うんうん、ヘルシング、うん、ドリフターズ、うん、プリキュアです。ドリフターズっていうのは歴史のやつ。歴史のやつ、はいはい、うちに漫画があるんですか。あ、あの、うん、織田信長とかがタイムスリップしてみたいな、はいはいはい、うん、
ちょっとバランスを取らないとねきついんですよね、うん、なんかそういうやってやられての話だと、うん、僕も大抵やってやられてですよね。だたまにはこういうなんかゆるキャンとか、うん、プリキュアとかを見ながら、うん、ちょっと調和させてバランスを取ってます。皆さんもあのハートキャッチプリキュア、呪術廻戦、ブラッククローバー、ブラックのやつばっかですボルト、プリキュアは入ってないです。プリキュアは入ってないです。なるほど、美味しくご飯食べられますよ、うん、ドクターストーン、血は出ないですからね、うん、僕もそんなに血は、あのボルトってナルトの子供の話、ああなるほど、うん、そんなに重くはない。まあジャンプジャンプっぽい、ジャンプっぽい。でドクターストーンが未来に行ってるんですけど、石化して、人類が石化して未来に飛んで、飛んでっていうか未来にその石化が解除されて、なんかテクノロジーを使ってみたいな、今のテクノロジーを使って生き抜くみたいな、なるほど、話とか。呪術廻戦は戦いですけど、はい、なんて、はい、ちょっと男のダダ話が、はい、はい、そんな感じで、どう編集しましょうね、はい、まとまりがちょっとまた考えて、うんうん、すみません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。